こう第3章なんだか4章なんだか分かんないですけど、今年からまたもう一個ネクストステージになってるのかなっていう気がしてて、これのオファーが来る2週間前に知り合ったんですよ。神がかったタイミングだったんで、これは神さんがやれって言ってんだなと思って前のめりに受けました。撮影中はリリーリリーって呼んでたんだけど、まあ終わってケンジ君に戻るじゃないですか。ケンジ君は未だに俺のことマルって呼んでくるんですよ。マルさみたいな。だからまだなんていうか、もう本当に混ざり合って溶け合った結果抜けなくなってる感っていうか、たった2週間だったけど、まあ、ケンジ君の言葉をつづ使うとあと1週間あったら死んでたかもみたいなぐらいの濃度の濃さで燃やせたものなんで、ただこの現場の後に彼とスタジオに入ってみて、やっぱりそのミュージシャンっていうものの凄さっていうか、ロックバンドのまあボスであり、その屋台骨でありっていうところを20年やってきた人間の違いっていうのはすごくあったし、本当に財産になるような出会いだなって思えた一つの大きい理由は、 KJ としてマンジラインとして楽曲制作した時の彼からなんかこうエディケートしてもらったことだったりとか、教えてもらったことだったりとかっていうのが大きいので、なんかどっちにも栄養もらっちゃったなっていうか、役者の方にもレゲエ DJ の方にも素敵な刺激をいっぱいもらいましたね。なんか俺なんか特にその窓際族っていうか、サッシの上歩いてきたみたいな人間だから、下手したらまた向こうが落っこっちゃうんじゃねえのみたいなところで、ただそこの楽しみ方見つけちゃったタイプの人間だと思うんで、シーンがどうのとかって口が裂けても言えないっていうか、分かんないからはっきり言って、ただ俺は俺のことは分かってるし、どうやって生きていきたいかも分かってるから、そこだけ突き詰めていくだけであって、でそれはシーンに影響することもあるかもしれないし、ないかもしれないし、でもそれは正直言ったら知ったこっちゃないですね。なんか順風満々なデビューからマンションから落っこちるまでみたいな期間と、マンション落っこってからこの間のスコセッシの、まあ、今年までぐらいかな、せっかくその海外での仕事のチャンスっていうのが今巡ってきてる時なんで、そのチャンスを最大限生かせるように、まあ、今年から英会話を始めたりジムに行くようになったりとかっていう感じで、またなんか夢見がちな少年みたいなね、感じの時代に戻ってるんで、俺らってやっぱ育っててもらうけど、男にしてもらうのって別の人だったりとか町だったりとかするじゃないですか。なんか兄貴たちだったりとか、その町の兄貴たちだったりとかにいろいろ教えてもらって、例えばストリートだったらストリートのルールだったりとか、クラブでの遊び方だったりとか、夜遊びの仕方だったりとか、していいことしちゃいけないことだったりとか、ここまでやったら縛かれるとか、ここまでやったら殺されるとかっていうことを学んでこう行くじゃないですか。やっぱそういう意味でそこまでこうエデュケートしてあげられるような親父ではいたいなっていうのは思いますね。クリスマスは結婚記念日なので、しっぽりと、本日のファッションのポイントを教えてください。そうですね、来年のキムの最新作のアイテムでと、定番のこのカーロです。クリスマスや年末年始の過ごし方を伺ってもよろしいですか。イブは娘の仲のいいこのご家族と、サモアとね、日本のご家族なんですけど、旦那さんサモア人、そことイブを過ごして、クリスマスは結婚記念日なので、しっぽりと、まあ、しっぽりって言ったら娘はいるんですけど過ごします。年末年始はいかがですか。年末年始は家族総出で、伊勢に行こうかなと、親父もおふくろも呼んで